今回のビジネスプランは日本で自毛植毛してハゲを治したいんだっていう方を海外の信頼できるクリニックにご案内する、で僕が1年間徹底的にアフターフォローのサポートをして1年間でハゲを卒業してもらうといったモデルになっております。はい、以上です。300万とか400万かかるところが日本だとそんなにかかるんだけど、海外だと80万ぐらいするんですか？そうです。まあけどね、僕はその別にお金あるから別に国内でもいいんだけどだけどまあ300万安くなるって言ったらね、まあ、結構大きいような気がするので、そのどんなもんなのかちょっともう少し詳しく知りたいですね。この辺が僕ちょっと気になってて、どうこの辺後ろから切って持っていくんですか？髪の毛一旦切らなきゃいけないとかあるんですか？ドナーを採取するところはバリカンみたいなものを取って採取しやすいようにしてもらって、でそこから髪を植えます。なので後頭部は一瞬取りたいドナーを採取するところだけバリカンが当たってちょっと、じゃあ全体的に坊主にしなきゃいけないとか、しばらく令和の虎の坊主姿で出なきゃいけない、そういうのはそういうのはない？あ、全然そんなことです。ピンポイントにここだけっていう方はドナーもそもそもたくさん取らなくてよいので、じゃあちょっと僕ぐらいのだとどんくらいかちょっと見てもらってもいいですか？なんか今ここで下向いてもらっていいですか？こんな感じなんですけど、ごく少量のちょっと来てるんですよこの辺が。でもだからやっぱね、どうもお疲れ様でしたってこう頭下げるとか、ちょっと今回は下げづらいなとかありがとうございましたって言いづらいなみたいなところちょっとあって、どんなもんですかね、こんくらいだと。量だと今この距離で見る感じだと、まあ多分1000株もいかない、まあ1000株ぐらいかなって感じなんで、大きさにするとこのぐらいの面積を後頭部ちょっとバリカン当ててもらって、でそこからドナーを採取してで植える。で今現在髪の毛結構長いので、バリカン当てたところが既存の髪の毛でカーテンのように隠れるので、全然外で歩いても問題ないかなと思います。すいません、なんか投資相談、僕の個人的なカウンセリングに付き合わせてしまって申し訳ございません。どうぞすいません。